腹筋運動を行うには、まず仰向けになって膝を曲げ、両足が床にぴったりつくようにします。次に、指先を耳の後ろにつけるか、胸の上で両腕を交差させます。両手は一番自然に感じる場所に置きますが、運動する際に首を上向きに引っ張らないように注意しましょう。良い位置が決まったら、甲を引き締めながら、胴体をできるだけ太もも近くまで起こします。 初心者の場合は、ごくわずかに胴体を床から持ち上げるだけでも問題ありません。できるだけ上まで胴体を起こしてから、ゆっくりと床に戻します。運動する際、腹筋の燃焼が感じられるはずです。もし、首や背中に痛みを感じる場合には、運動を中止して体勢を調整しましょう。